どうもこんばんは。中野さん、やっさん、アバタンさん、まさひろさん、ピロシさん、バオバブさん、スケさん、ゆっちゃん、ありがとうございます。こんばんは。今日はね天気が良くなくって、なんか体がだるーい感じ。今日はなんかエステみたいなやつと美容室に行ってきました。めっちゃ髪の毛を毛量調整してもらったらめっちゃ軽くなった。今日は本当に早かった。30分もかかってない、15分20分とか、いや本当に15分ぐらいかも。ツヤツヤしてるって、おーツヤツヤって、嘘です、何もしてないから嘘ですね。それはもう、それは私が美容室に行ったって言ったことによってもう勝手に綺麗になったっていう判断をしてるだけで、私は何もしてもらわない、本当にもう毛量の調整しかしてないのでツヤツヤになることはありません。褒めていただいて申し訳ございませんけど、そういう風に見えただけでしょ。何もしてませんから、何も毛、髪の毛自体は何も変わってません。量を調整しただけなので。爪がネイルもねやり直します。
そうネイルは除光液を買って一旦落としたので塗り直します。でもなんかラメのやつを塗ったらめっちゃ取れづらいってことが分かった。めっちゃ取りづらかった。落とすのが大変すぎた。ひーちゃん、しまんちさん、みっちさん、竹まつるさん、みきやくん、あさかさん、ゆうちゃん、おにぎり弁当ありがとうございます。調整しないと。このザラザラのはこのザラザラのタイプが落ちラメが落ちづらいので、今回は単色にしようかな。乾燥を感じる。ハンドクリーム塗ったんやけど、モピラさん、釣り犬さん、吉田健一さん、ありがとうございます。爪をね、長さも塗っとったらさ、 爪の長さが分からんけど、取ってみたら結構長いってことが分かる。おいでます元気さんばら、ありがとうございます。ハンドクリームを塗っておく。逆向けみたいに見える。
そんな爪切る音聞こえる？なんだろう。でかいんじゃない普通に爪切る音が。純粋に。マイクが拾いやすい音なんじゃない？知りませんけど。まあ喋ってないからね。そんながっつり切ってないよ。音だけじゃない。音がどんぐらい聞こえとるか知らんけど、普通に現実では至って普通です。整える程度。ダメールを送ります。どっちに塗ろうか。あ、まだ送り終わってない。ちょっと気になった。そうだ、 TikTok とインスタまだ見てない方は
go TikTok へ go インスタへ go ゴーゴー今日 TikTok 大消して、いやでもね、そうちょっと20時ぴったりはできんかった。だ通知いかんならさ、通知の意味があんまないね。なんでなんでしょうね。いいねコメント完了です。シェアもお願いします。それではネイルに入りましょうかね。どっち塗ろう、これがジル、どっち塗るにしようかな。なんか地味にさ、この色のさ、ちょっとこっち紫っぽい、もうくすんどる。どっちにしよう。なんかさ、出してみらんと、塗ってみらんとさ、色の出方がわからんのよね。
覚えてない。この辺の色あんま最近塗ってない。そう、色的にはこっちの方が好きなんやけど、こっち塗って、一旦こっち塗ってみようかな。でも一回じゃそんな発色せん。そんなに発色しないのが難点なんですよ。あ、でもしとるように見えると思うけど、しているようには見えると思うんですけど、現実で見ると一度塗りじゃそんなしてない。味覚診断ってどんな検査するのかなって。何の話ですか味覚診断はしたことないので知りません。今塗っているのはこっちです。ジルじゃありません。そんななんかバッて発色する感じじゃないよね、これは。そう、ジルはね、見た目からまず可愛い。塗る気が出るやつ。あんまなんか発色してない。こう見たらしとるように見えると思うけど、直接見たらでした嗅覚診断何するのかなって本気で言ってますか。私の SNS をどれだけ見ていないか。バレてしまいます。マジかって思われますよ。なんか発色の差があるな。やっぱ二度塗りしてやっとかもしれん。あ、でも二度塗りしたら結構ちゃんと、わあ、つきすぎじゃないかってぐらい食欲失せさせたいときはこう自分の指見ようかな。食欲止まらないなってなったら自分の爪でも見ようかな。小指だけやり直す。
でも最近ダンスでなんか今までは手を見るダンス、なんか手を見るっていうかさ、なんか例えばこういう瞬間とかにさしても何も感じんかったけど、最近はダンスの時に手を見る振りとかがあったら、あ、ネイルってなる。あ、ネイル、今までにはなかった感覚。お、爪いい感じってなる。二度塗りしたらいい感じ。もうジルの出番なさそうだ。おー、高発色。低気圧でテンション上がらないって言いつつも美容室にも行ったし、しっかり外に出たし、SNS も更新したし、ネイルもしてるし、なんなら配信もしてるし、メールも送った。薄っ、こんな薄いことある。新学期だしって、新学期、まあそれは知らんけど。新学期は知らんけど、じゃあ春休みがほぼもう終わっとるってことか。
でなんかやっとなんか平日のさ休みやっと休みの日ってなって買い物とか行っても人が多いとね疲れるよね。春休みは人が多かった。あ、ちょっとなんかついた。4月はね忙しくて予定を立てなんか予定が立てれないのがちょっと悔しいポイント。曖昧な予定が曖昧なスケジュールが多すぎて予定を立てれないのが辛い。だからこの前は基本はね、あの3日間休みないと帰省しないって決めてるんですよ。決めとるっていうか、まあ、なんとなく、まあ、1日とか2日で帰るのはまあもったいないけん、どうせ帰るんだったら3日休みがあったら帰るんやけど、でももう4月はそれ3日どころかもう2日連続の休みとかももうなさそうだなと思って、この前は短い期間やったけど帰りました。今がチャンスだと思って。言って5月も忙しいかな、分からんけど、ネイルも手慣れたもんですよ。日帰りはちょっときついね。まあ、ツアーがね6月頭まであるけん暇ではないですね。まあでも暇だったら私は暇すぎたらなんで広島いるんだろうってなるけん、暇すぎるのはちょっと困る。暇より忙しい方がいいんですけど。
なんかさっきからめっちゃ通知鳴るんですけど、めっちゃなんかさ LINE とかってさ、帰ってこん時ってさ、帰ってこんのにさ、誰からも帰ってくる時ってさ、いろんな人から一気に帰ってくるよね。なんなんやろ。あるあるなんか分からんけど、それでは2週目に行きたいと思います。TikTok、インスタとかは通知オンにしてないよ、さすがに。さすがにね、そんなオンにしたらもう投稿した後もうブー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 大変なことになる。ゴールデンウィークは何しますって。ゴールデンウィーク？何するんやろ。てかゴールデンウィークっていつ？そもそも。ゴールデンウィークって どこ？27から？ん？今年ゴールデンウィークある？31、2とかでも平日なんじゃないの？ゴールデンウィークの定義って何？まずそこの間の日を休みを取れば連休になるよってこと？じゃあ休み取れない人はゴールデンウィークじゃないってこと？ゴールデンウィークの定義がわからない。でも何も予定入ってないけどね。知らない。まあツアーはあるけど、あとはひなさんの卒業公演に私が出るなら、まあ出ると思う。出る危ない、出れるぐらいじゃない。あとは知らないです。何もないんだったら公演とかイベントが何もないんだったら私は旅行に行きたいなとかって思うけど、でもそんな人が多い時に旅行に行かなくていいとも思うよね。
ゴールデンウィークぐらいさ、毎日のように公演やればいいのにね、何もないんだったら。まあ専用劇場じゃないけん難しいんか。ソロ公演ウケる。いいんでは？イベントもないし、ゆっくりする期間って。違います。お金を貯める期間ですよ。ゆっくりする期間ではありませんよ。いいのでは。ネイルチェンジ完了。じゃない。コーティングを塗ります。トップコート。熊高さん、MJ さん、大愚さん、ひろふみさん、栃木のスーさん、えだっちさん、奥行きさん、中野さん、柴犬さん、ハーマンさん、ありがとうございます。このトップコートを塗るのと塗らないのとじゃ違います。
あれわかるか、ほらツヤ感があるでしょこっちの方が。まあみんなはねこっちの方がツヤ感があるでしょって言ったらそう見えるんだろうけど。わかりますかね。書くのを待ちます。すごいわかりやすかったです。本当ですか。もうこれはもう今はどっちも塗ったんでね、あれなんですけど。セリアさん花束、協調、ナラブさんクマ、にぎりパン、ありがとうございます。ちょっと気になる。今日は自然乾燥。なんか1回目の時は全然本当に乾かんくて、一生乾かしよったけど、なんか乾くようになった。何やったんやろ。使っとるものは一緒なのに。よいしょ。体温の違い、そう、それっぽいこと言ってるけど、そうなんかな。
ピン直したいけどちょっと今手が直せない。あ、いいじゃん、なんかいい感じです。ちょっと今こうやってスマホ触ってみたら、なんかこのスマホを触った時のこの自分のこのこのここがもういい感じなのでは。もう良さそう。速乾。けど触ったら指紋がついてしまうレベル。ナポさん、ありがとうございます。めっちゃ目も乾燥する。乾燥してるのかな。意見乾くのも早いんかな。いや今日は雨なのでどちらかというと湿気ているはず。うわ今余計なこと思いついてしまった。いいことのようで余計なこと。ここのさ、ここのシナモンの目玉がちょっと垂れとんよ。ここにさネイル塗ったらさ乾かんかな。さすがに無理。同じような色やし無理かな。さすがに。そうネイルで塗ってみたらさ、いやでも乾くかわからんな。そんなちゃんと危険かな。危険、危険かしら。悪化したらやばいね。悪化したら結構最悪かもしれない。サラピならできる。いや、そういう、そういう問題じゃない。こちらの腕の問題ではない。違うところがよれたやん。
サーキュレーター何の話、乾かすの、違うよ、乾かしたいんじゃなくてここを塗りたいだけだから。乾かすのは大丈夫、結構ほぼ乾いてる、あとはもうちょっとで完全に乾きそう。でもなんかいい感じです。どれぐらいいい感じに見えているかわからないけど、いい感じでございます。毛がついた。モンブランさん、ナラブさん、ラブレター、めっちゃ可愛い人、お爪を見せさせてくれてありがとうございます。コットンを使ったらめっちゃムズムズする。しか今は余計スッとかけんけん余計ね。来週の水曜日が楽しみ、サラピリリご飯。なんか今月忙しい割にはスケジュールを見る感じ、忙しい割にはなんかイベントはあんまないよね。みんなに会う系の仕事はこっち側の仕事はあるんやけど、あんまないね。完食に、お皿完食に定評ある、ブルベってやつですね。サラピリリと4月20日のとツアー兵庫神戸しかない。アニメイトは今月じゃない。
不足になる。サラピ不足。そういえばストーリーにシェアしてなかったから自分でシェアしておきます。ちまちょごり、ちまちょごり可愛かったでしょ。そうでしょう。TikTok のストーリーの見方わからないって。さも知らない、載せてない、私は載せてないので。TikTok のリプ編とか優しすぎてて、まあでも帰ってこないものだと思ってくださいね。帰ってこないものだと思って、帰ってくる前提では思って、聞かないでくださいねって感じ。リプ編とかのあれでなんかやみましたみたいな言われたりとか、そういうこと言われるの本当にもう一番嫌なことなのでそんなこと言う人いるのと思うでしょ。いるんですよそれで推しをやめますとかね、そういう人もいますから。その病む人を作るためにやってないので、喜ぶ人を増やすためにやってるだけで、そっちが増えるんだったらもう何もやらないよっていうことになっちゃうね。コメントすら乗らない時ある。なんかさ、それ結構みんな書いてるよね、コメントが乗らないみたいな。なんなの、どういうことなの。変なコメントをしているわけでもないのにコメントが乗らないってことですか。なんか TikTok 厳しいんじゃない、わからんけど。審査が厳しいんじゃない。
なんでなんやろうね。でもなんか下まで下がってったら、あでもこれはないな、でもなんか下まで下がってったら折りたたまれているコメント表示みたいなのがあって、それをしたら、美味しそうなパフェだ。別に何も悪いことじゃないのにね。他のアプリから TikTok 入ってコメントしたら消えてる気がします。なるほど。サラがシェアしたところから飛んで書いたりしたらってことかな。分からんけど分からんけど。複数コメント、うん、なんか結構さ TikToker の人なんて言うの、普通に回ってきた TikTok の YouTuber の人の TikTok とか見たら、同じ人がめっちゃ同じコメントではないけど、同じ人がめっちゃ何個もコメントしてるやつとか見る。全然好きにしてください、そんな変なコメントじゃなければ。反映されてないんじゃない？違うんか。今来とったコメントは全部見たんやけど、今来ていたコメントは全部見ていいねをしました。返信する旨に返信しました。あ、こういうこと？なんかね、コメント欄開いてみたら、なんかね、選択されたコメントタイプをフィルターするってやつが出てきて、開いたら不適切または攻撃的なコメント、品のないコメント、広告とスパムって出てきた。やけんコメント消されてる人は品のないコメントだと思われてるかもしれん。変なコメントしてなくても、不適切ではなかったとしても、品のないコメント、ほら見て、品のないコメント、品のないコメントよ。お、表示するにしてみた。
X から飛んできましたが現れました。これ品のないコメントやったんかな。 TikTok の人が怒っ、え待ってめっちゃ出てきた、えめっちゃ出てきたわ。なんか品のないコメントってやつを制限しないみたいなやつにしてみたんよ今。かわいいも品のないコメントにされとる。うさぎさん萌え品のないコメント。ピンクの洋服も似合いますね、品のないコメント。リボンカフェかわいい、ピンクのリボン似合っててかわいいし意識高い。これもあとかわいい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 。確かにこれは品のない。えめっちゃ出てきたんやけど、ウケる、えウケるんだけど、めっちゃ品のないコメント出てきたんだけど、え嘘でしょ、めっちゃ出てきた、ほんとだ。ウケるんだけど、めっちゃ出てきたんだけど、あ出てきたわ。めっちゃ出てきたわ。そんなあれがあったんだね。別に ただの可愛いとかでもさ、されとる。めっちゃ出てきた。じゃあ昨日のやつもそうなんかな、もしかしたら。今までもそうやったんかもしれん。品のないコメントだと判断された人たちのコメントは私に表示されていませんでしたね、きっと今まで。今まで表示されていなかったみたいです。なるほどね。OK です。解決なのか分かりませんが解決です。
品のあるコメントを。でも可愛いだけでもね、品のないって判断されるなら、ちょっと難しいかもしれん。品のあるコメントを心がけてくださいとも言えない。だって別に可愛いって言っとるだけやけんさ。確かに X とかそんなことを出したらさ、宣伝だと思われるね。糸かわいい、ウケる。ふざけていて品のないと思われる。マグさん、スケさん、ありがとうございます。なんか選べるっぽい、制限するとか、もう多分最初やけん初期設定で勝手に強くなんかあの制限するってなっとったみたい。でもすごいなんか物によっては強く制限するっていうこともできるらしい。強く制限する、まあ制限しといた方が安心ではあると思いますけどね。ものによっては。可愛いがあれな、厳しいんかな、なんだろうね、可愛いに厳しいんかな。 TikTok は可愛いに厳しいのかもしれないですね。じゃあ何でか分からんけど厳しいのかもしれません。
シャトリの敵確かにアイドルの敵乾いたかな。まあお互い TikTok を勉強していきましょう。私もねインスタほどは分かっている自信が。まあそんな皆さん MAX さんありがとうございます。それでは本日はランキングの方をお読みしたいと思います。48位ジョンファンさん、24位栃木のスーさん、13位奥行さん、12位おいでます元気さん、11位スケさん、10位中野さん、9位ピロシさん、8位めちきのこさん、ちょっと目が乾燥してる、7位リュウイチさん、6位バオバブさん、5位セリアさん、4位ゆうちゃん、3位やじうまさん、2位赤色サンタさん、1位ナラブさん、ありがとうございました。今日はねネイルもいい感じにできましたので、雨で何もやる気は起きませんって感じの、テンション上がりませんって感じでしたが、まあなんだかんだでいろいろちゃんとやった一日でした私のやる気ないはまあまあまあちゃんとやった一日でしたね。それでは TikTok とインスタのチェックよろしくお願いします。メールの返信もお待ちしてます。それでは終わります。ありがとうございました。バイバーイ。こっちで振ろう。リアルみたい。バイバーイ。